ね、ちょっとあの内地ちょっと取るか。でしかも高いし橋。うん、揺れるよ。鶴さんやめてくれ。鶴さん見える？ここ見れます？うわー高いね、すごい。これね、いやこれ軽井沢橋と同じぐらいあるかもよ。あるかもね。落差 90m ぐらいあるかも。うん、くらむね。うん、はい、こんばんは。アイルさんね、佃煮遅れました、いらっしゃい。いやー怖えわこれ、マジでマジで怖え。うん、鶴さんが木曽じゃないの。ここは怖いな、かなり怖い。ほらあの木まだバナ下なんだよ、下にあるんだよ。うん大丈夫大丈夫、ヒデさんがやばい、取り憑かれた。ヒデさん取り憑かれてる大丈夫か大丈夫か、ヒデさんちょっとやばいかも。叩かなきゃいけないよね。あ、いるいる、黄緑になった、黄緑になった。電飾は電飾で、ね、違う意味の入り方、入ってきたでしょ、うんうん、クソお化けしねえこの野郎。あ、死んでるか、ごめん死んでるわ。来たか来たか、ブルーだな、いないか、こっちかな。もう一回行ってみようか、これになったらアウトですよ、これになったら。ブルーだね、いないね今はね。握ったかねえ、死んでるよもう、もうお化けだから。木曽さん家で、家にいるんですか、うん、すごいねでも大丈夫ですかやばそうだな、ヒデさんがやばそうだから一回退却しましょうか、もうね。じゃあ次最後行きましょうか、トンネルの方ね。ね、ちょっと危なそうだ。次トンネル行きますか。ただ電波がね、トンネルちょっと封鎖されてんで中入れないんですけどね、結構出るらしいんで。はい、トップさんこんばんは、遅れました、いらっしゃい。ね、今日最後のとこですね、ダム。見てこれ、これ見てこれ、完全にもうやばい状態。これこれですよこれ。うん、あ、ヒデさんの僕の森なのここ本当。すごいね、直してこれ、危ないからね。地震来たらやばいね、落ちるねこれ多分。土台がもうだって終わってるよこれ、こんなの見たことないよ、怖いよここ。どっからでも飛び降りれるよ本当にね。なんで赤くするんだろうね。そう、直しとお願いしますよ本当にね、耐震しといてください危ないからね。でちなみにこれ火葬場近いんだよね、トンネルが次のとこは火葬場が近いんだよね、このすぐそばだと思うんだけど、お願いしますね。はい、ヨケさんお久しぶりですね。陽介、あ、陽介さんね、お久しぶりです。どうも、今日ね大阪来てます、明日は和歌山でちょこっとだけね。明日はどうするかな、明日は多分ツイキャスないかもしれないけどね、わかんないですけど、ツイキャスかもしれないけど YouTube かもしれない、まあ電波次第とかね、通知次第で。はい、トモさんお久しぶりです。どうもね、うん、家の Wi-Fi が入らない、呪われたかもな。リカさんこんばんは、つくだりね、いらっしゃい。あー、ファントナの墓はね、どっかになかったな、今は。
迷宮に。これだって俺なんかあったんじゃない、これ書いてあったんじゃないの。はい、お疲れ様でした。ね、じゃあ次行きます。そう、メインはね YouTube なんでね。お疲れ様でした。